ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。もし不老不死の力を手に入れられるとしたら、霊夢はその力を欲しいと思うだろうか？もちろん気になるしちょっと欲しいとも思うけど、その一方でなんだか怖いとも思うわ。そもそも不老不死じゃない人間の寿命も最近の科学によって伸びてきているわよね。そうだな。2021年スイス連邦工科大学ローザンヌ校の統計学教授であるアンソニー・デイビソン氏は、人間は運が良ければ130歳まで生きることができると発表しているんだ。それでも十分長生きだと思うけど、不老不死ってことはもっと長く生きられるの？実際、この寿命をはるかに超えた不老不死の人が実在するとも言われているからな。その人たちは何者で、どうして不老不死になったのか、そして現在も生き続けているのか、今でも謎は多く残されているぜ。そこまで言われたら不老不死についてめちゃくちゃ気になってきたわ。その不老不死についての話や不老不死の可能性などについてもっと詳しく教えてよ。よし、じゃあ今回は不老不死の謎について、実際に不老不死と言われる人の話を交えて紹介しよう。それでは今日もゆっくりしていってね。まず紹介するのは八尾国についての話だ。昔、若さの国オバマに高橋権太夫という養子が住んでいて、八尾国はその娘のことを指す。若さの国は現在の福井県にあたる地域ね。その八尾国がある日、着物をしまおうとした際に謎の肉が出てきたんだ。奇妙に思いながらも一口食べてみた。するとこれがとても美味しいと言うんだぜ。奇妙なものはうかつに口にしない方がいいと思うけど、結局八尾国はそのお肉的なものを食べてしまったのね。実はその奇妙な肉っていうのは人魚の肉で、これを食べたことで八尾国は不老不死になったんだ。見た目は18歳くらいから変わらず、ずっと若い姿のまま老いなかったんだぜ。ほらやっぱり変なもの食べるから、それにしても不老不死って一体どういうことなの？なんと人魚の肉を食べると1000歳くらいまで生きることができるとされていて、この八尾国は800歳あたりまで生きたんだ。あれ、残りの200年分は？八尾国国主に200年分の寿命を分け与えたんだ。その後、八尾国は空炎寺のほとりにある小さな洞窟で瞑想しながら静かに最後を迎えているな。なんだか悲しい最後ね。だって自分は変わらず若いままでも周りの知っている人は先立っていくわけでしょ？そうだな。ちなみに八尾国は生きている間に何度か結婚もしているようだが、もちろんどの夫にも先立たれてしまう。また子供や孫もいたとされているが、その子や孫も先に旅立ってしまうんだ。こんな悲しいことはないわよ。あ、でもということはこの不老不死の効力、本人にしか効果がないのかもしれないわね。子孫には影響がなさそうだもの。そうなんだぜ。八尾国がこの奇妙な肉を人魚の肉って知ってたらどうなってたか気になるな。おそらく食べなかったかもしれないわね。でもどうして人魚の肉を食べると不老不死になるって言われているのかしら？一説ではこれはアワビやつぶ貝とする地域もあるが、人魚の肉の方が圧倒的に多い。だが日本で人魚の存在が広まった正確な時期についてはわかっていないんだ。日本書紀によると619年に、人にあらず、魚にあらず、名を知らないものが網にかかったとされているぜ。あ、もしかしてこれって人魚のことを指している？そうかもしれないな。また1254年成立の古今著文集では、三重県で人魚が網にかかり漁師が食べたところ、格別な美味しさだったと書かれているぜ。ここにも人魚を食べた人がいるわ。食べた後はどうなったのかな？残念ながらここでは食べた後について言及はなかった。ただここでわかるのは大昔から日本の伝承に人魚という存在が出てきていたことだ。そもそも人魚といえば上半身が人間で下半身が魚の姿を想像するかもしれないが、当時の日本ではどちらかというと半魚人的な姿が近かったんだ。その姿は滅多に見られなかったことから人魚には不思議な力があると考えられたとも考えられるぜ。まあ確かに人魚って言われたらびっくりするのも無理はないと思うわ。しかも人魚の肉がめちゃくちゃ美味しいならちょっと気になるかも。とはいえ奇妙で痛いの知れないお肉は安易に食べちゃダメよ。そしてこの八尾国が残した足跡は空炎寺のみならず全国各地に存在している。一説によると新潟県の佐渡島には八尾国の子孫が残っているとか。もしそれが本当ならめちゃくちゃ貴重な情報だと思うわ。まあとはいえ出自や身分、不老不死になった経緯などもこの話とは違う物語が伝わっていたりしているからな。今のところは伝説の域を出ているわけじゃないんだぜ。そうか。でも日本中に残っている彼女の足跡を見ると、かつて八尾国が本当にいたように思えるよ。次に紹介するのは、とある有名な錬金術師だ。あの人気作品ハリーポッターシリーズに登場するニコラス・フラメルという錬金術師のモデルだぜ。あ、知ってるわ。確か賢者の石の創造に成功した唯一の錬金術師だったわよね。そうそう。で、現実に存在したとされている人はニコラ・フラメルだ。
彼は1330年生まれの出版業者で、パリで本屋を2軒つつましく経営していた。その後1368年にペレネレという女性と結婚したぜ。このペレネレも錬金術師だったため夫婦揃って錬金術師だったことがわかっている。ここは作中と同じなのね。そんなニコラ・フラメルは1418年に88歳で亡くなったとされているんだが、実は自らが作り出した賢者の石の力で不老不死の体になり現在も生きていると言われているぜ。それどういうことなの？彼は一冊の本との奇妙な出会いで人生が大きく変わることになる。ある夜に天使がやってきて一冊の本を彼に見せ、この本をよく読むのだ。最初はさっぱりわからないだろうが、いつか他の誰にも見えないことが見えるようになるだろうと言ったんだ。何その夢？奇妙というか、恐ろしいというか。夢の中でニコラはその本に触れようと手を伸ばしたが、触れる前に目が覚めてしまったんだ。それからというもの、この現実離れした夢が彼の心に引っかかっていたが、ある日、謎めいた人物が彼の本屋を訪ねてきて、その夢が強烈に蘇ってきたことがあったんだぜ。何何？その男は一冊の本を抱えていて、これを売りたいと言うんだ。まあフラメルの商売にしてみたら、特におかしなことではないと思うけど。確かにそうだが、なんとこの本、夢の中で天使が持っていた本と同じだったんだ。夢の中で出てきた本が現実に。フラメルはすぐにその本を買い上げ、書斎に持ち込んで読み始めた。これはアブラハムの書というかバラの秘宝書だったんだぜ。ニコラ・フラメルは21年かけてこの書物の内容を紐解き、3年かけて翻訳作業を終わらせ、その途中で膨大な魔力の秘密を解き明かしたという。それだけの年月をかけてまで読み解きたかったのかな。まあそりゃそうだろう。なんせこれは水銀などの何の変哲もない金属を黄金に変えるような、錬金術師たちが長いこと喉から手が出るほど欲しがっていた能力の鍵になるんだからな。そういうものなのね。それでこの本にはどんな内容が書かれていたのかしら？そこには伝説の賢者の石を生み出す秘技なんかも書かれていた。とにかく錬金術に関する内容が驚くほど書かれていたんだぜ。賢者の石って本当に実在するんだ。その後ニコラ夫妻は錬金術の技術を活かして財を成し始めた。14の病院、3つの礼拝堂、7つの教会を設立し、それによって得た利益で基金に寄付をしていたんだぜ。慈善事業を行っていたのね。それはとても素晴らしいことだわ。だがその活動の記録こそがニコラの実在を証明する文献資料になっているのもまた事実。公式では1418年に死去した際、パリの墓地に埋葬されているが、月日が経った後に掘り起こした人によると、なんと彼の墓地は空っぽだったんだぜ。そもそも掘り起こした人もどうかと思うけど、それにしても埋葬されたはずの墓地が空っぽだったなんて普通じゃありえない話よ。そして公式上の死後から約200年後の17世紀にはニコラの姿を目撃したなんて噂も飛び交うようになった。その中でとある賢人は彼について、ニコラと妻のペレネレは賢者の石を使って不老不死の秘技を取得した。彼らは死を偽装して現在はインドで隠れて生きている。なんて言ってたんだ。信じられない話。でもやっぱり賢者の石が何か関係しているのね。賢者の石があれば何千年も生きられるなんて話は有名だからな。何かニコラ夫妻の正体について突き止める手がかりとかって今は残っていないのかな？残念ながら彼の公式上の死後、家は荒らされてしまっている。その時に賢者の石やアブラハムの書は盗まれてしまい、行方がわからなくなったんだ。そこがわかったら何か謎は解けそうだけども、ちなみに彼がもし生きているとしたら今は何歳くらいになるのかな？公式の情報が正しければ、700歳手前と考えるのが妥当だろう。もしかしたらハリーポッターシリーズを見て、自分たちのことだと驚いてるかもしれないな。マジか。明確なことは分かっていないけど、ニコラ・フラメルがいろいろな面で歴史に足跡を残したことは間違いないわね。次に紹介するのはサンジェルマン伯爵だぜ。不老不死といえば彼の話題は外せないほどかなり有名な存在なんだ。彼は不老不死やタイムトラベラーなどと呼ばれ、その存在は謎に包まれているんだぜ。彼は一体何者なの？サンジェルマン伯爵ってことはお偉い地位の方だったのよね？いやそれが実はサンジェルマンという名も本名か分かっておらず、伯爵と名乗ってはいるものの、本来はその階級の人ではなかったなんて話もある。生まれた年も不明で、何もかもが謎に包まれているんだ。そんなことあるの？何か記録とかに彼のことが残っていたりするのかな？初めて記録に登場するのはフランスの作曲家であるジャン・フィリップ・ラモーの1710年の日記だ。彼曰く、サンジェルマン伯爵は年齢は50歳ぐらい。恐ろしく話題が豊富で彼と話をしていると時間を超越した世界に生きているような気がしてくる、と話しているぜ。最初にタイムトラベラーって言ってたけど、まさか本当に時間を超越している。そんな彼はいつの頃からかベルサイユ宮殿に出入りするようになり、
ヨーロッパ社交界に流しで渡っていた。また驚くべき博識の持ち主で、なんと12カ国語を話すことができた上に、音楽や美術などの芸術的才能も持っていたんだ。音楽の芸術センスに関しては今話した音楽家のラモーも絶賛していたぜ。ちなみにバイオリンなどの弦楽器はプロ以上に演奏できたなんて言われているな。何でもできるスーパーマンだわ。こんなに才能持ってるくらいなら、少しくらい分けてくれてもいいのよ。そんなサンジェルマン伯爵に悪い15世を虜にしたエピソードもある。サンジェルマン伯爵は科学や医学の知識にも精通していたため、それを見た国王はシャンポール城の館を伯爵の研究所として与えたんだ。すごいじゃない。サンジェルマン伯爵はポケットから一つ紙のダイヤモンドをテーブルの上に置いて、それを見た国王は驚いて、一体どこで手に入れたのかと尋ねたことがあった。そこでサンジェルマン伯爵は、私が自分で作りました。どうぞお礼としてお受け取りください。私はダイヤモンドの傷を消すことも簡単にできます。と国王に伝えたんだぜ。どういうことよ。ダイヤモンドの傷を消すなんて、さすがに万能な彼でも無理な話じゃ。ルイ15世は6000フランの傷ついたダイヤモンドを伯爵に預けた。なんと1ヶ月後、ダイヤモンドは無傷になり、その価値は1万フランにまで上がったというぜ。何か魔法使い的な存在だったのかな。いろいろな面で謎めいた存在だわ。そんなサンジェルマン伯爵だが、公式上の記録では1784年2月に93歳で死去している。だが実はその後に彼を見た、もしくは会った人が何人もいるんだぜ。亡くなったとされているのに、例えばどんな目撃情報があるわけ？まず死去したとされる翌年の1785年には、フリーメイソンの集会にサンジェルマン伯爵が参加していたと証言する人がいたんだ。また友人の前に姿を現し、これからヒマラヤでひっそり暮らすと告げた話もある。亡くなった後にも目撃情報があるなんて、そんなの普通なら絶対にありえない話だわ。どういうことなのかしら。さらに1789年のフランス革命直前にはマリー・アントワネットの次女が、彼から直接追うと王妃先の処刑は避けられないと告げられ、その予言が実現したなんて話もある。実際1792年のマリー・アントワネットの処刑時にはなんと大衆の中にサンジェルマン伯爵がいたんだ。予言も実現させて、しかもその場にいたかもしれないってこと？彼が何者なのか一層わからなくなってきた。さらにさらにあの有名なナポレオンも彼と交流しているとされている。1798年のエジプト遠征の前と1814年のエルバ島海流の前に、ジュエルリー宮殿で赤い服の男に出会い、助言を受けたなんて話もあるんだ。その赤い服の男がサンジェルマン伯爵だったかもしれないってことなのね。ああ、そして1804年にナポレオンは皇帝に即位したんだが、ずっとサンジェルマン伯爵を探していたんだぜ。その後も彼を見たという証言はヨーロッパ中心に続いていたんだ。まだ何かあるの？他にはどんな話があるのかしら？イギリスのウィンストン・チャーチル首相が第二次世界大戦のナチスドイツ戦において、サンジェルマン伯爵からアドバイスを受けていたとも言われているな。ちょっと待ってよ。彼が生まれた年は不明って言ってたけど、公式上の死去年から計算すると、第二次世界大戦の時って200歳を超えているんじゃないの？もうこんなの不老不死としか思えないよ。実はさらに驚くべきことがあってだな。なんとサンジェルマン伯爵はソロモン王やアレクサンダー大王にも会ったことがあるというんだ。ソロモン王やアレクサンダー大王は古代の人物だし、普通ならありえないことだろう。信じられない。もし彼が古代に生きていたなら、さすがに今は生きていないと思うわ。このようなことからサンジェルマン伯爵はタイムトラベラー説が出ているんだ。まあとはいえ本人の証言や命を保ち続けていた方法を聞くと、タイムトラベラーというよりは不老不死の人と考える方が的確そうだけどな。どっちにしても普通じゃありえないわよ。常識の域を超えているわ。そんなサンジェルマン伯爵、実は日本にも来たことがあるんだ。いくつか目撃情報があり、一番多いのが、1984年前後のとある県での話だな。この時は1987年頃まで滞在し、母国に帰ったというんだぜ。まさかの日本に来たことが、さらに驚くことに現在も日本にいて、ひっそりと生きているなんて話もある。私たちの前にもフラッと姿を見せるかもしれない。サンジェルマン伯爵に会えるかもしれないってことなのね。少し怖い気もするけど、その正体についてこの目で見てみたい気持ちもあるわ。それにしてもなんて謎めいた存在なのかしら。そんなサンジェルマン伯爵だが、見た目が数十年経っても40歳から50歳くらいだったと何人も証言している。それは羨ましいわね。いつだって若くいたいものだわ。でもいくら不老不死とはいえ、見た目も全く変わらないっていうのはなんだか不思議な話だと思うよ。これについてサンジェルマン伯爵はエリクサーという、錬金術で作り出した霊薬の効果だと公言しているんだ。
エリクサー？これを飲めばどんな病気も治り、永遠の命が手に入るなどの効果があったとされている。ちなみに賢者の石はグレートエリクサーと呼ばれていたんだ。とんでもないものじゃない。まあでもエリクサーと同様に賢者の石も万能の秘薬と思われていたことはわかるわ。実際、16世紀のスイスにいた石活錬金術師だったパラケルススという人は、エリクサーを用いて医療活動を行っていた記録がある。またサンジェルマン伯爵はエリクサーについてある石を液体化させた水と話していたんだぜ。ある石を液体化させた水？あ、それってもしかして賢者の石ってこと？そういうことだ。つまり不老不死の霊薬とも言われるエリクサーを手に入れるには、その材料となる賢者の石が必要なんだぜ。そもそもこの賢者の石ってさっきから出てきているし、物語でもよく聞くけど一体どういうものなの？賢者の石は身近にあるどんな金属でも金に変化させる力があると言われている不思議な石だ。先ほど紹介したニコラ・フラメルとかサンジェルマン伯爵が莫大な財産を持ってたが、これは賢者の石の力によるものだったとも考えられるよな。あ、確かにそうね。それでその賢者の石ってどうやって作るの？作り方は秘伝中の秘伝とされていた。だがそれにもかかわらず賢者の石の作り方が書かれた錬金術書は5万冊以上あったんだ。めちゃくちゃあるわね。きっと当時の人たちは錬金術や不老不死にかなり関心があったんだと思うわ。間違いないな。ちなみに材料には水銀や硫黄、鉛などの鉱物が使われたぜ。それについてはわかっているんだね。それにしても何か超特別なものじゃなくて、その辺で手に入るものばかり。これなら誰でも作れそうだけど。実際、錬金術上見ればわかるもののとても素人が見ても意味がわからない内容ばかりだ。なんせ実際に賢者の石を作り出せた人は、フラメルとパラケルス、そしてサンジェルマン伯爵だけだからな。ちょっと舐めてたわ。実際に作り出すのはかなり難しいのね。まあだがさっき話したように、フラメルの家から賢者の石を盗み出した人がいたり、パラケルスからエリクサーを処方された患者たちがいるのもまた事実だ。さらにサンジェルマン伯爵は親しい人にエリクサーをプレゼントしたなんて話もある。だから賢者の石やエリクサーに接した人たちは彼ら以外にも存在するのは確かだろう。そうね。じゃあもしかして不老不死を手に入れた人はニコラ・フラメルとかサンジェルマン伯爵以外にも、もっと多く存在するのかもしれないわ。一方で賢者の石を作ることに成功した3人のうち、パラケルススは1541年9月に亡くなっている。19世紀には彼の遺体も確認しているため、おそらくこの情報は間違いないだろう。あれ、賢者の石を手に入れたから不老不死になったんじゃないの？もしかしたら不老不死を求めた人がこの賢者の石の力で不老不死を手に入れられるのかもしれないな。そして全ての人が不老不死を求めるわけではないことも忘れてはいけない。まあそうか。もし目の前にエリクサーや賢者の石があったら、私だったらどうするかな。ちょっと不老不死も気になるけど、やっぱり怖いって気持ちも捨てきれないよ。そりゃそうだろう。実際、始皇帝やクレオパトラなど、何人もの権力者たちが不老不死を追い求めてきたものの、その願いは叶うことはなかった。不老不死であることは幸せなのか。不老不死であることで悲しい末路が待っているなら必ずしもいいものではないと思うわ。もしニコラ・フラメルとかサンジェルマン伯爵が生きていたら、実際に会って聞いてみたいものね。そうだな。ということで今回は不老不死の謎について詳しく話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？正直不老不死なんてありえないと思ってたけど、この話を聞いたらありえるかもって思ったわ。なんせ実際に不老不死っぽい人の話もたくさんあるし、賢者の石の存在についても信憑性が高そうだったもの。今後の研究で何か新しいことがわかるといいわね。期待して待ってよ。ご視聴ありがとうございました。